ハイテクやな、マジ。あともう一個おもろい話やったわ。これ嘘やんと思うかもわからんけど、なんかわからんけど、僕の使ってる自転車があって、僕の使ってる自転車みんな乗ってるんやけど、自転車ってそんな被ることある？毎日一人は僕の、まあ、言い過ぎかもわからんけど、ほんとガチで外出た時に一人は同じ自転車使ってるんかって人おるんよ。ほんまに。みんな同じところで買ってんじゃんみたいな。そう、地元の人。え？みたいな。嘘だと思うでしょ？みんな同じなんよ、その。嘘やんと思うやん。ガチで、このみんな同じなんよ、メーカーも。で、奇跡的なことが起きて、スーパーに行って、そう、自分の自転車置いてたんよ。じゃ、左右同じ人、同じメーカーの、同じ自転車やって、色も。全く、やばくない？三台同じ自転車被ることなんてないじゃん。でも分からん。マジでほんとこれ、ジョーク抜きでマジで同じ自転車なんよ、ほんまに。わざと置いてんじゃないみたいな。本当に一種類しか置いてないかなと思うぐらい、本当に自転車めっちゃ被ってて。ね、自転車買うとこ一店舗しかない説あるかも分からん。それは確かに。いや、僕が自転車買ったわけじゃないんよ。その自転車は、だから、親が、適当に買ってきたやつをお下がりでもらったんよ、僕が。僕はあんま自転車乗らへんから、まあ乗る時もあるんよ、ジム行く時とかは。自転車で行ってるんやけど、そういう時に行ったりとか、スーパー行く時とかはもう自転車とかで行ってんやけど、いや、ママチャリじゃない。普通の自転車。もう、いや、一回間違えたことある。今度調べとこう。本当に毎回被るんよ。いや、普通の自転車ないの。一店舗一種類はやばいな。いやー。あれが衝撃的でしたね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。